はい、日本百名山大学生のサンちゃんです。今日はですね、地理学についてお話ししてみたいと思います。地理学とはということで、急にね、どうしたんだと思うかもしれないですけど、私ね、14年間の登山歴と、日本百名山の全山登頂っていうのをやってますけど、大学ではですね、4年間地理学っていうものについて勉強してきました。地理学科っていうものですね。結構ね、山好きだった影響で、この地理学ってものに対してずっとこう、高校の時から興味あって勉強してみたいなっていうところで大学に入ったんですけれども、今日はですね、地理学とは何ぞやっていうふうに思う方もいらっしゃると思うので、あとですね、高校生とかで、進路選択でですね、地理学ちょっとこう、興味あるよみたいなところで思ってる方にね、少しでもこう、面白い、思いというか何か抱いていただけたらということでお話ししていきたいと思います。ぜひね、最後までご覧いただければと思います。では簡単に最初ですけども、日本ではね全然メジャーじゃないんですけども、結構ねヨーロッパとか、アメリカの方だとすごくメジャーな学問です。ジオグラフィーって言いますけどね、学問のね最初とかってギリシャとかの段階まで遡りますけど、実はね哲学と地理学からねこう始まってるっていう話があるんですよ。へーっていうところで、なかなかね日本では全然聞き慣れなくて、それこそね私就職活動とかするときに地理学がね何の役に立つんだとか結構周りから言われたもんです。でも私としてはすごくね面白いっていうか非常にねこの後話すんですけども、いいところあるなっていうふうに思ってますので、話進めていきますね。で、どんな学問なのかって、正直言ってですけども、私のね、4年間の、大学院とか全然行ってないので、学部生の言うことではあるんですけれども、正直言って何でもありの学問だなっていうふうに思ってます。それこそですね、友達とかってすごい、いろんな卒論書くんですよ。本当に多種多様なので、これってね、なかなかないと思うんですよね、こんなに。変というまでではいかないですけど、すごくね、本当にやっぱりいろんな文化とか、私の場合観光とかでその登山の国立公園とかいろいろやってますけども、皆さんいろいろやってます。で大きく分けるとですけども、地理っていうのは自然地理学ってものと人文地理学っていうのに分かれますという話をします。簡単に言ってしまうと、考え方としては、自然地理学っていうのが理系で、人文地理学っていうのが文系ですよっていう考えで大丈夫です。これがね、もう少し分かれ方があるんですけども、どんなのかっていうと、自然地理学の方ですと、地形学とか気候学、これあと水文学って呼びます。地形学っていうのは例えば地層だとか、気候学ですと天気とかで、水文学っていうのは例えば川とか水質とかそういう話になってきますね。で私やってたのは観光地理学とか、歴史地理学とかっていうのもあるんですけど、そういうのをやってました。これは例えばどういうふうに町がねこう発展していったかとか、変遷とか、あとはその観光どういう人が来てるのかなとか、比率はどんな感じかなとか、そういったことをね勉強するところです。で経済地理学とか都市地理学っていうのもあります。都市地理学っていうのは例えばどこにねマンションが最近建ってるかとか、そういう話なんかも、不動産系みたいな話が多いですね。で進路ってどういう感じですかってところでお話しするんですけれども、結構ね友達なんかもいろんな多様な進路先を希望してますね。で私の行ってた大学って中堅の大学ですけれども、結構ね勉強してる人も多かったので、すごい比較的難しいような、資格なんかも取ってる人も中にはいました。で私自身もねこんな容姿ではあるんですけども、一応社会科の教員のね免許なんか持ってたりとかして、地理とかたまにこう教えるっていうこともありますよね。で、あと、気象予報士だとか、測量士っていう、ちょっとこう、お堅い資格もありますというところです。で、あと、地図会社に入ったりだとか、国土地理院って、国家公務員ですよね。国土交通省とか、あとは、旅行会社っていうところで言うと、例えば、旅行が好きだった人とか、ディベロッパーっていうと、例えば、不動産系の、営業とかの方じゃなくて、開発とか、そういった面で、行く人が多いかなっていう印象です。では普通のサラリーマンも多いですけどもね。最近、注目されているものとしては、GIS っていう地理情報システムっていうものがあります。簡単に言うとですね、皆さんが、いつも使っているであろう、スマートフォンの、Google マップっていうのがありますよね。あれがすごい、特徴的で、地図を使って、こう、いろんな便利なものを提供していくというか、そういったものになります。で、身近なもので言いますと、すごい注目されているのは、例えば防災マップってものがありますね。例えば、地震が起きたときに、津波がどこまで来て、
で、どういったところに逃げた方がいいかとか、避難所とか、あと中学校とかの、あとニュースとかの、まあ、教科書とかに載ってますけど、よく例えばここに人口が密集してますとかって、そういうのをこう色付けで視覚化する、データをですね、地図にこう視覚化するっていうのが、まあ、GIS っていうものです。これをですね、勉強できるっていうのが地理学科で今ちょっとこう注目されているというか、すごいなっていうところですね。私もね、一回挑戦したんですけどね、難しくて、結構難しいというか、根気のいる作業でしっかりね、こう継続をしなきゃいけないので、そういったところでこうプログラミングとかそういうのに似ているかなというところで、まあ、面白さはかなりあると思います。これからもね、多分需要増えると思うので、いい分野だと思いますね。で、特徴としてはですけど、地理学ってどんなことするのというところで、座学と実習というところがあります。とにかくですね、まあ、ひたむきに勉強するのもあるんですけれども、すぐね、外に出てみようというところで、まあ、今の、ね、状況ですと難しいですけども、それこそ地層をね、見に行ってどんなところなのかとか、あとは街頭の人に、ね、お話を聞いてみたりとか、街並みを見たりとかして、実際ね、目で見て、学ぶっていうことができるところで、すごい主体性がね、あるような感じの学問だなっていうふうに私は思ってます。で、境がないっていうところで言うと、すごいね、それこそ、さっき理系と文系みたいな感じで言いましたけども、本当にいろんなね、友達がいてすごい楽しいというか、私としてはいろんな考え方がね、あるので、地理学っていう一つの、カテゴリーで言うと、すごいいろんな学問と人にあふれてるなっていう、印象があります。で、私のまあ4年間のね、たった4年間しか過ごしてない、まあこんなね、一学生が言うことではあるんですけれども、本当にね、さっき言った通り文系でも理系でもない感じがすごく面白くて、多様性に富んでますよっていうところです。で、あとまあ私のね、得たものとして、なんかこう地理学で何を得ましたかみたいなところで言いますと、世の中でね、起こってることの全てがこうしっかりつながってるんだなっていうのを、自覚しましたね。で、それをね、に対してこう様々な視点で世界を見られるってことができますというところです。まあ本当に私も、まあ、1年生から4年生まで上がる中で、その自然地理学と人文地理学っていろいろ多岐にわたって勉強してきたんですけども、やっぱりいろんな人によってその問題とか起こってることに対して感想が違かったりするんですよね。立場っていうものがやっぱり皆さんありますから。でもそこをこう自分の固定観念に変わりずに世の中を見渡すことができるようになったなっていうのは、私の、地理学から得た、経験だったのかなっていうふうに思ってます。ちなみにですね、まあ、大学でいうと地理学っていうのは、例えば理学部地理学科とか、文学部地理学科とか、いろんなその学部もね、結構偏ってて、しかもその学べる分野もですね、大学によっては全然違うというところで、まあ、そのね、地理のフィールドっていうのは結構それぞれであるので、大学院に行っても結構ね、実は他の学部になっちゃいましたとか、よくあることなんで、それもね、なかなか面白い点というか、一括りにできない、できそうでできないみたいなのが地理学のところかなと思います。で、まあ、最後にですけどもね、こうやって、興味持っていただいて見ていただけてありがたいんですけれども、このね、地理に対してですね、これから、まあ、日本では全然発展してないですけれども、もっとね、皆さんに知っていただけて、面白い学問があるんだな、というふうに思っていただければ幸いです。で、私のね、チャンネルではこういった、まあ、私の大学の経験とか、あとはこう、百名山登ったので、登山の経験とか、いろいろ話してますので、ぜひね、グッドボタンと、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。今日はね、こんな感じでした。なんかこう、ちょっと進路系みたいな感じでね、まあ、少しでもね、やっぱりこういう情報をね、届けた方が面白いかなって思ったので、やってみたところです。なんかこう、新たな試みでした。では今日もお気をつけて、いってらしてください。